今お風呂上がってきました。それから RV パーク側のトイレに行ってみたいと思います。どうも皆さんこんにちは、破天荒ダディです。戻ってきました。2回目のお風呂から上がって、寝床を作っていたんですけど、ボックスの上で寝ると、このボックス3つ並べてたんですけど、上に座った時に天井に頭がついてしまうので、全部片側に寄せちゃいました。こんな感じ。はい。明日、また移動するときに、平らにして帰ります。今日はこれでとりあえず寝ます。ちょっと広々として快適になりました。残念ですけど、焚き火とタープは、また次回に持ち越します。ではまた明日。バイバイ。おはようございます。朝6時ごろなんですけど、やっぱり朝はちょっと冷えてますね。鳥のさえずりがすごい。はい、では朝食を作っていきます。
朝食食べ終わりまして、片付けまで終わりました。車の中がまだごちゃごちゃなので、走れるように整理してから家に帰ります。ではまた次回、バイバイ。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ破天荒ダディチャンネル登録もよろしく。